Hello! 6月9日にロー僕は、えっと、11時の文化、えー、会に、えー、いすみ市僕は今住んでるのいすみ市なんだけどいすみ市で学校給食をあのローカルオーガニック化した、えーまあ、いろんな人たちが関わってるんだけどその中でもキーパーソンの手塚さんっていう えっと、生物の先生ですごく素晴らしい地元の、まあ、活動家生態系を守る生物多様性に情熱があるそしてフリージャーズも大好きな手塚さんと文化会をやります、えっと、オーガニック給食の結構その全体性なんかただ学校給食をオーガニックにするんじゃなくてそれを通してどうやって教育を変えてそして生物多様性をどうやって守るかっていうかなり あの素晴らしい総合的な取り組みをやっている手塚さんが、えー、ゲストっていうかメイ,メインで喋って僕がちゃちゃを入れたりあのちょっと和らげたりあとイスミの他の素敵なことをあの話すというまあ今そういう想像してるけどなんかその当日のジャムセッション次第かな。 はい、で、本当に素晴らしいなんていうか、インスピレーションになると思うので僕たちのセッションだけじゃなくてその僕がやるセッションは分科会なのでその間に他にも素晴らしいお話がコンポストトイレのお話とかあと先住民から学べることとかなんかいろんなのがえー、っと、午前と午後に分科会があるのでぜひぜひチャケラ無料です。無料なんだけど、あの、まあ いろいろなコストは実際かかっているので、えー、クラウドファンディングをやっているのでクラウドファンディングも応援して本当にみんなで協力し合って素晴らしいこの、まあ、年に1回しかやってない残念ながらね毎日がローカリゼーションデーだといいんだけど、ね、企画するエネルギーもかかるので、えー、っとこうやってみんなで集,集合して。 一、えっと、日集まっていろいろそのローカリゼーションについてとかこれからの日本の未来世界の未来について考えるすごくいい機会そしていろんな人と出会ったりいい刺激を受けてインスピレーションを持ち帰ったりっていう素晴らしい日になると思うので、えっと、本編っていうか全体は10時からスタートして6時に終わる感じかなで僕のすごくあの尊敬している辻伸一さんとか。 あとあのオーストラリアとイギリスを行き来しているヘレナ・ノーバーグ・ホッジさん「幸せの経済学」っていう映画作ったり「あの懐かしい未来」っていう本と映画を作ったりしていてすごく僕の世界観を大きく影響していてあとよだんまの、あ、その経済によってどれだけ僕たちは苦しんでしまっているのか。その 多分みんなが感じてるけど言葉になりきれてない部分を彼女はすごく分かりやすく解説いつもしてくれるので彼女も出たり他にもいろんな人が来ますアニア・ライトとあのパチャとヤニーってここでもイベントをした素晴らしいあの音楽を奏でるファミリー活動家ファミリーサーファーファミリーも熊本からあの出演するそうです。 いいろろ盛りだくさんですなのでぜひぜひあのー、6月9日に参加してそして広げてくださいこのこういう活動ねみんなのあのー、拡散力をベースに広がっていって、えっと、ただイベントをやるだけじゃなくて何か新しい文脈ね本当にやっぱり、あのー、ローカルを大切にする経済社会僕たちの生き方っていうのがあのー すごくいろんな問題の解決策になると思うので、広めてください、参加してください。Alright, l so hopefully see you there. またね。